あれおいおいおい、いつの間に三週間迎えてたのまだこれ、放送から1ヶ月も経ってねえだろう。なあ、もうそのまま本編に入るのか。なこの人、一番最初にポクモンくれた博士じゃん。なんとなく覚えてるぞ。よくぞ、ここまで登り詰めたの。お主なら必ずやり遂げると、ここ、最近のわしは信じておった。もっと前々から信じてやれよ。最近のお前買っとるからの。なんだこいつ。ありがとうございます、博士。おお、あのケンタ君か。なんだか少し大人っぽくなってるさて、次の相手じゃが、わしの城。 えー、なんで服着てないの次の準決勝戦期待しておるぞ。最終回だってのにまだ準決勝戦なの。博士、僕がここまで来れたのも全部博士の教えてくださったポクモンたちとの絆によるものだとそう感じています。ケンタくんだいぶ大きくなったな。体だけじゃなく心もいや体の成長だけ偏りすぎだな。トレーナーこんなに鍛える必要あるああ,あ道半ばで砕け散っていったポクモンたちもきっと。 そうあの世で浮かばれておるわあ何匹かすでに亡くなってたのか最近のアニメって妙に現実味あるよなはい何度身代わりになってくれたことか当たり前ですけどももうその時のポクモンの名前やら数なんかはまるで覚えてませんよ脳内メモリーの無駄遣いこれも全部博士の教えでしたおかげさまでポクモンが亡くなった当日でもよく眠れてますよノンストレスですこれ俺が知ってるケンタ君じゃないポクモンの力なんて所詮は道具に過ぎないのだと道具をどう生かすかが大切なんだと気付かされましたこれがきっと 絆なんだってこいつ早くデキンにした方がいいよやばいよそういえば博士先日出されてましたポクモン喧嘩焼却思想あの論文には感銘を受けましたなんだそれそうじゃろう時間とともに使い古したポクモンの価値は下がるもんなんじゃ常に新しいコマが必要となるこいつが元凶だ誰か早くこいつから白紙号剥奪しろよ若いうちからそれに気づけるとはさすが知ったか青二さの二つ名はだてじゃないのとんでもなく悪質な二つ名つけられてるじゃん毎回こんな放送やってたの クレームが後立たねえだろこれ自らの私利私欲と自己権欲を満たすためモンを刺激してきたお前のことじゃ用済みとなった僕モンの始末はわしに任せておけ僕モンの尊厳踏みにじりすぎだろそれと博士これ今月分です今持ってますか例のやつ例のやつもちろんじゃよ今日はそれ目当てでわしを現地まで呼んだんじゃろ全部お見通しってわけですか 博士にはかなわないなこれいつもよりサービスしておいたぞニンニクマシマシドーピングじゃニンニクマシマシドーピングこいつそんなもんにまで手出してでも勝とうとしてるのか追加でもやし成分もトッピングに入れておこうかのう逆に弱体化しそうな成分だなこいつがないとそろそろ次の準決勝戦は成功法じゃ危なそうなんです今までとは違ってスレスレの絡めてでいかないと絡める気さらさらねえだろうがルール知らないど素人でもわかるど反則だぞそうか今までこいつポケモンにこんなもん使って無理させてたんだな だからポクモンをさっきから使い捨てみたいな言い方してああやっぱり博士のニンニク注射は効くなまさかのトレーナーに博士思考が驚くほどクリアになりましたよもう頭の中真っ白ですこれクリアしちゃダメなところまでクリアされてるだろうその息じゃしかし時間制限があるからの早いうちに勝負を決めないとならよくある薬の持続時間制約か 3>, 3分過ぎると自我を失って敵味方関係なく攻撃するからのトレーナーは何と戦うつもりなのああ、うんうん、<laughs> 楽勝ですよ すでにもういっぱいいっぱいに見えるんだがじゃあこの力で手に入れるんじゃ未来への切符を未来はこの薬で一発で失っただろうてかこれトレーナーが戦うんじゃないよねポクモン同士の戦いなんだよねポックリンモンスター次回番外編自我崩壊ダメだったかまだ見る楽力を呼び覚ませラメローキーユカイダボールク 不安定な夢を抱きしめろ」「潜水第二形態須藤君一の日常」